始まりました。西尾ノート観光文化振興会、山口です。いやー、ちょっとね、今総合グランドってとこ来たんですけど、あいにくの雨模様で、まあちょっと今ゆっくり休憩してます。まあなんかね、こう新しいイベントないかなっていうので探しに来たんですけど、なかなかね、ちょっとただ今日市の方にちょっと話があって、新しいイベント知ってるっていう人がね、どっかにいるって聞いたんですけど、どこ、あれ、ちょっとなんかいますよ。ちょっといかにもな格好した人が、この人見たことありますよ。市の職員じゃないですか。すいません。あ、こんにちは。お疲れ様です。松崎さんじゃないですか。そうです。この4月からスポーツ振興課に移動してきました、松崎と言います。どうもよろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっと今日その格好どうしたんですか。なんか僕も今歩いたり走ったりしてますんで、それでですね、イベントの紹介に参りました。本当ですか。じゃ、松崎さんが今日紹介してくれるということで、また詳しい人がいっぱい。そうですね、うまいものラン&ウォークというのがありまして、それをですね、また今から担当の方に聞いてみようというふうに思っております。はい、それでは改めまして、うまいものラン&ウォークの詳細を RBiz の坂本さんに紹介してもらいたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ではそもそもこのイベントはどんなもんなんでしょうか。はい、このイベントはですね、全国のうまいもの、食をですねテーマとして、ランニングとウォーキングと合わせて楽しんでいただけるようなイベントとなっております。走ったり歩いたりして、はい、さらに食べ物ももらえると。そういうことです。これは興味ありますね。はい、じゃあ、そもそもいつやるんでしょうか。はい、開催はですね、7月の23日と24日の2日間でオンラインの形式で、開催をいたします。参加したいという方はどのように参加したらいいんですか。はい、参加の方法はですね、大会のホームページがございますので、そちらの方にアクセスしていただいて、専用のエントリーフォームからお申し込みの方をお願いいたします。はい、受付期間の方はすで、に始まっておりまして、7月の22日までとなっておりますので、ぜひお申し込みの方よろしくお願いします。西尾ラン&ウォークというからには、やはり西尾の特典というのはあるんでしょうか。はい、待っておりました。西尾ですね、西尾のならではの、西尾といえばうなぎですね。うなぎがございますので、うなぎをはじめとしました、うなぎなどの、特典を、つけてお申し込みの方をお待ちしております。歩いたり走ったりして、さらにうなぎも食べれる、非常にね、これはね、魅力ありますよね。はい、はい、そうですね。で、7月の23日は、土用丑の日ということで、その日に合わせて届けるような、パッケージも用意しておりますので、エントリーお待ちしております。詳細は、ホームページに記載しますので、皆さんぜひ応募の方よろしくお願いします。また西尾にも来ていただいて、ぜひ美味しいもの、観光等もよろしくお願いいたします。では参加の方よろしくお願いします。はい、お願いします。皆さん、お楽しみいただけましたでしょうか。ぜひ観光文化振興課チャンネルを、いいねやチャンネル登録ぜひしてください。よろしくお願いします。よろしく。お願いします。